それでは選手紹介してまいりましょう。 TC1 クラス A ファイナルサポートバイゼロストライク、まずはカーナンバー1番酒井優斗、カーナンバー2番伊沢優星、カーナンバー3番川島修、カーナンバー4番北川直也、カーナンバー5番若松拓、カーナンバー6番吉村翼、カーナンバー7番長野さん若年、カーナンバー8番平井和明、カーナンバー9番大島智之、カーナンバー2番荻原明彦、以上10代となります。それではカーナンバー順にコースインよろしくお願いします。まずは酒井選手からどうぞ。飯田選手、川島選手、北川選手、若松選手、吉村選手、長岡選手、平井選手、大島選手、荻原選手、コースインお願いします。ウォームアップ、酒井、飯田、川島、北川、若松、吉村、長岡、平井、大島、荻原、一周して戻ってきて、それを離れてまいりましょう。スピードのニュースは2024TC1 クラス A ファイナル、サポーティッバイ、ゼロプライド。マーシャル、オーケー。ドライバー、オーケー。スタート、オーナープロー。オーケー。まずは、アウト！石原優斗が、夏に行かせましたが、優勢のアタックをブロックしています。ユーストユーステイ、ユーはカーペンガラー、長岡平井を押した吉村、大岡田君展開。さあ、まずは金のテールフォント、ユーストが逃げる、それをユーステイが追いかける、そして川島君が出て3番手、その後、川島ポジションを上げて、北川が少し後ろに下げた、酒井、飯田、川島、若手と北川君展開です。その後ろ、さあ、若手君が、川島君の動きから、さらに下がるように回る。3番手、4番手、5番手が追い抜けるの街に、酒井が激しい争いになっているが、前の未来は黄色いテールの酒井、それから緑のテールの飯田隆生、予選からやり合ってた2人、ラップごとに飛び込む上にやってきた優斗と優生、さあ、どちらからトップのフィニッシュになるのか、レース開始から早くも1分経過、優斗が依然としてトップ、3位差1秒、ジェスト、優生になって、そこから少し離れて川島、若田区、そして北川の後ろから迫ってきているのが長岡、さらに翼、後ろから大島、川井から荻原といった後ろの後ろに戻られてきた。さあ、北川さんがリード、そして優勢、最後は1秒差に広がった、若田君が反撃で前に来たのか、その前に首位がいる川島、若田君は昨年の突破と最強の戦いを戦い、さあ、そしてこの後ろ翼がドライバースタンドの前、その前を3番手争いをしているのが中途、若田区、そしてその前手争いをしているのが酒井優斗、飯田、さあ今裏手争いに入る黒の黄色が優斗、さらに緑と白が優斗、優斗と優斗、さらに2秒差に加わった優斗絶好調、さあ小川が後ろを取り出している、タイガーか、タイガーの後ろ、小川が優斗が来る、黄色と白が取り出す、小川とタイガーが現在9番手、10番手となるが、その後ろから先頭争いが来ている、で、大島パーティッションが小川が左、そして大島という8番、9番、10番手となりますが、それを1人変わってくる優斗、絶好調、川井さんがなんと2秒5、いいぜ、そこはもう距離が離されるようにはいけない、左サイドを立ち上がっていく酒井優斗、そしてこれから立ち上がる飯田優斗、最大2秒6、さあ、なんとかこの優斗のリードを徹底させてもらわないリードを、さあ2分3秒から2分4秒、さあ優斗が今かわしてきた、かわしてきた、小木原をかわしてきた、次は先輩が後ろということになる、さあ絶好調、酒井優斗、飯田優勢との対話、しかし飯田優勢も2秒49まで少し崩れた、少し崩れた、若田優斗の戦いが終わった、いいこと、優勢は突破と2秒にまた少し縮まった、少し縮まった、優勢は後半勝負に持ってくるのか、3分10秒経過、さあ、タイガーは変わった、タイガーは変わって優勢、さあ、2秒まで、タイガーが縮まってきている、今度は優勢が
次は変わっていこうというところかな。さあこれから行く右の腰をトレードの配置中、佐川雄斗とベストラップが9秒4、三田雄斗ベストラップ9秒6、長岡が佐川を変わってないんだ、木村の後の後ろに、5番手に長岡、6番手からは6番手、さあ青、オレンジ、黄色のこれからストレートを一気に巻き切っていく、さあそして今、タイガーを変わっていったのが雄斗だ、そして今、雄斗がストレートを出ると、タイガーと小原が9番ですが、バトルをして残り1分、さあ、そろそろ2投手を離れて2投手を離れて、高木雄斗が広がった、さあ、雄斗を守らないといけないのか、それからタイガーと小原を挟んで、今、雄斗が上ストレート、緑のマシンがストレートエンドに入っていて、おっと、ストライク、これは翼と北川か、なんと横浜同士、ここは、接触が楽しそうか、アンジュが行く、6分30秒、坂井がリードからリードを築いて、さあストレート行く、戻ってくる、ドライバースタンドの前、残りが15秒、坂井優斗、それから2台挟んで1台優勢、じゃあ予選から各にやり合っていった2人が、いよいよ残り10秒、立ち返ってもう1球いけそうだ、優斗はもう1球、ここで残りが3、2、1、タイムアップ、9から先にゴールとなる、トップでフィニッシュするのは黒と黄色の坂井優斗、飯田優勢第2位、川島球第3位、若松坂田第4位、長野さんの奥原優斗が大島でフィニッシュ、見事に川島の一度坂井優斗、ありがとうございます、ありがとうございます、やろう、ありがとうございます。いやいや、ブランクだらけですよ。ありがとうございます。そしてキャンピオン、小林、川島修選手もしっかりと、そこはね、意地を見せました。カメラマンの目線ください。カメラの目線お願いします。ちょっと上げてみましょう、はい、ゆっくりゆっくりにっこりスマイル、はい、いいスマイルです、はい、これ何が入ってますか、これ何が入ってますか、2億円2億円入ってます、3億円入ってます、はい、でどんどん増えてどうぞ、はい、そしておめでとうございます、今ですね6点の選手に目線ください、こちらです、お願いします、いいですか、はい、はい、みんな、はい、まだ決勝やってないからね、 OK、 はい、OK、 はい、ありがとう、いけた、 OK、 いけた、はい、ありがとう、 OK です、ありがとうございます、皆さんで行われました、見事ファイナリストとなりました、 TV1 の皆さん